ボンジュー、お久しぶりです。今日はですね、東京からコーヒー好きの人にはたまらない贈り物をいただきましたので、ちょっとだけ自慢したいと思います。ちゃんちゃか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 ちゃーん、なんでしょうか。これだけでお分かりになった方は2ですよ。まだ分かんないですよね。お、スターバックス、なんでしょう。リザーブロースタリーと書いてありますね。これでもう、コーヒー通というかスタバ通の人はもうピンときたと思いますけれど、そうです、東京の、まあ、世界でね、5つぐらいしかないっていうね、そのもうちょっとあるのかな、なんかそのね、ローストするコーヒー豆を、それがあるお店っていうのでね、東京には1個だけですかね、はい、1個だけしかない。そこから来たのはなんとこれです。じゃ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 ん、どうでしょうか。ウイスキーなんですかね、バレルエイジドガテマラですね。バーボンウイスキーバレルエイジドコーヒーグアテマラ。もうね、別な動画でもご紹介しましたが、これを買いましてね、シロタでしたっけ、シロカシロカのそのコーヒーメーカーね、コーヒーメーカーっていうか、全自動の、豆をここに入れてっていう、それ最近だからすごいね、こういろんな豆を買ってね、で、入れて、で僕は違いのわからない男なんですけれども、まあ、こういうその一番安いのがこれなんですけれどもね、イオンのね、まあいろいろここに入れてやってるんですけど、今日はこれをいただきたいと思います。まあね、ウイスキーの香りがするっていうことなんですかね。まあ、ちなみにこれはどこかと言いますと、東京の中目黒店でございます。中目黒へ行った方はですね、ぜひお買い求めいただければと思います。なんか通信販売とかね、そういうのもできないので、そこに行かないと買えないということのようです。ではまた来週。オーバー。